うつ伏せの状態から始めていきます。額は床に、足はだいたい腰幅か少し腰幅よりも広い状態で始めていきます。肩を引き下げた状態で腕は体側に、指先までしっかり意識を向けて手のひらを大きく広げて、そこから腕、上半身、頭、胸、足、全部を持ち上げていくようにしましょう。背骨を若干左右に引き伸ばしていくように揺すっていき、胸をぐーっと天井の方に引き上げていきます。この時頭だけ上に上がらないように顎を引いて、首の後ろ長く伸ばした状態で、小指を斜め後ろの方へとぐーっと引き上げる状態で、そして足をももの付け根から後ろ斜め上へと引き上げ続けていきます。出てくる時はゆっくりと全体的に体を落としていくようにして、そして顔を片側に倒していって、何度かこれを繰り返していきましょう。